日本和歌山県有田郡湯浅町、湯浅湯浅は、和歌山県有田郡湯浅町の市街地の名称。国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。醤油像が並ぶ北町通り湯浅は、中世に遡る醤油醸造発祥の地と言われ、近世以来、有田地方の政治経済の中心地として栄えてきた。醤油と金山寺味噌の醸造のほか、 漁業も盛んであり、熊野三景道の天馬所でもあるなど、様々な産業が発達した。山田川の川口近く、川の南岸を東西に通る北町通り、南北に走る浜町通り、中町通り、梶町通り沿いには伝統的建造物群が残り、湯浅町、湯浅伝統的建造物群保存地区の名称、種別、 醸造町で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。この東西約400メートル、南北約280メートルの保存地区には、醤油、味噌醸造業関係の町屋や,や蔵など、現役の古建築が多く残る。醤油味噌の醸造が昔ながらの手作りの製法で続けられているため、近代的な工場は湯浅に存在せず、 また商業的に観光地化されていないため、街全体が全時代の雰囲気を色濃く残している。中世の湯浅の旧市街地は内陸にあり、選定された海辺の東市街地は、安土桃山時代に開発されたと言われる。熊野古道が近世以前の市街地を通る唯一の区域である。ありがとうございます。